どんな場所かって、ただの博物館だけど？あ、お土産いる？まあ、もらっておくけど。どういたしまして。お金に困ったら、エミヤ君には頑張ってもらうんだから。今のうちに武器以外も投影できるよう予習しといてね。彫刻はかさばるから、絵画あたり狙い目よ。犯罪には加担しないぞ。第一、あっちにも魔術寄りの鑑定士がいるんだろう。俺の贋作なんて一発で見抜かれるぞ。あら、まだ自分の特技が分かってないみたいね。エミヤ君の投影を初見で見抜けるやつはそういないわ。構成でチェックする術者じゃまずアウト。霊媒系の術者なら違和感に気づくだろうけど、いわくつきのものしか霊媒家にはいかないのよね。売り逃げが目的なら巨万の富が築けるわよ。え、本当か？本当も本当。師匠として私も鼻が高いぐらい。ま、そんなことしたら後が怖いんだけどね。ボニーとクライドじゃあるまいし、大金の代わりに指名手配なんかされたらたまらないわ。そりゃあ俺もたまらない。お金より命だよな。そうね。派手に稼ぐのは楽しそうだけど、すぐに見つかっちゃ意味がないわ。元手のかからない商売だし、地味にコツコツ行きましょう。商売の話はまた後ほど。ロンドンでの話だけど、何か印象的なことなかったか？物価が安いとか、料理がまずいとか、新しい友人ができたとか。お土産じゃなくて土産話でいいの？そうね。時計塔っていうのはそのまんまの意味なんだけど、工房のほとんどは地下にあったかな。下に行けば行くほど狂気度が上がっていくダンジョンそのものよ。エジプトの教会を穴蔵呼ばわりしてるけど、モグラドなら負けてないんじゃない？時計塔も。で、他には？もうちょっとまともな話とかないのか？他って、観光なんてしてる暇なかったわよ。宝石券の後始末用の材料をかき集めて、実験室の予約もして、鉱石家のお偉いさんに何度も挨拶して、スポンサーになってくれそうなお貴族様を絞り込んで、来年から使うアパートメントを探して、一応格安で貸してくれるっていう学生寮の様子を見に行って。どうした？苦虫噛みつぶしたような顔して。ちょっとね、学生寮の下見に行った時、嫌な女と知り合ったの。そいつのおかげで学生寮は出禁になって、本格的にアパートメント探しをすることになったのよ、私。嫌な女って、もしかして俺たちと同い年？え、どうして？いや、なんとなく登坂がそういう風に言うのは、ほら、まあ四郎の言う通りだけど、そいつとは受付でばったりやってね。初めは普通に話してたのよ。挨拶も礼儀正しかったし、会話もキレがあって心地よかったしね。
まあ、あの服装はどうかと思ったけど、見るからにお金持ちだったし、また悪趣味とは思わなかったわ。あれは我が学生寮史上最悪の事件でした。ミス・トーサカとレディ・ルビアゼリッタ、一体このどちらが犯人なのかは論ずるところではありません。私たちが後世に伝えるべきことは、彼女たちを決して同席させてはならないという事実のみであり。はい、それではお預かりします。条件に合った部屋を問い合わせますので、しばらくお待ちになってください。はぁ、なんとか間に合ったか。あとは査定を待つだけ。ん？失礼、私もよろしい？来年度の入居受付はこちらでしょ？どうぞ。邪魔をしてしまってごめんなさい。入居の受付なら急いだ方が。存じています。あと7分で終了でしょ。あなたも私もこちらの時間には慣れていないようですね。あなた、必要な書類はこれでよろしくて？あ、はい、十分です。レディ、それでは受理いたしますので、今日はお帰り。あっと、店員が一人増えたんでしたっけ。申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。すぐに確認を取りますので。おお。あの、ねえ、ごめんなさい、お先にどうぞ。それとも私からの方がいいかしら？いいえ、せっかくの心遣い慎んで受け取ります。私から質問をしますけど、よろしい？もちろん。お互い退屈しているようですし、こうして知り合えたのも何かの縁でしょうし。同感です。これはただの勘なのですけど、一目見た時からあなたとは気が合うと思ったの。第一印象の直感だけなんて、魔術に携わる者としては根拠に欠ける余地ですけど。まさか予測ではなく予知であるのなら、直感によるものは大きいわ。それにあなたの勘は今まで外れたことがないと思いますけど。あら、それはあなたの勘かしら？ええ、私たちが同じものを感じて気を許そうというのなら、そうでなくてはおかしいもの。だって私も外れない直感を持っているとおっしゃるのね。ええ、あなたの勘に間違いはありませんわ。私、初対面でも人柄を見誤ったことはありませんの。ずいぶんな自信ね。じゃあ、あなたの感想はどう？私はどんな人間に映るのかしら？手ごわいけれど尊敬に足る競争相手というところかしら。見たところ同じ新入生のようですけど、私、東洋系の方とお話をするのは初めてですの。失礼だけど、あなたチャイニーズ？本当に根拠なしね。どうしてそう思うの？あ
足の運びと重心移動かしら。昔そういった雰囲気の方にレッスンをしていただきました。もっともその方は祖国の名手でしたが。なるほど。けどあなたの祖国って、失礼、こっちの答えがまだだったわね。残念、日本人よ。純血じゃなくてクォーターだけど。日本人でした。まあそういうこともありますわね。これを機にもう一度友好を深めるべきという信託なのかも。よろしく、東洋の新入生さん。私の祖国はフィンランドです。あなたに比べれば目と鼻の先ね。日本というのは地の果てにあるのでしょう。あなたまさか一人でここまで。両親は奇跡に入っているわ。身寄りがないってわけじゃないけど、来年からは時計塔に席を置くの。ロンドンで東洋系は珍しい？多くはないと聞きますけれど、名を残している方たちは皆一線級の魔術師だとか。人種によるハンデはないと見るべきでしょうね。そう、よかった。本当言うと少しだけ心細かったの。こっちには1ヶ月だけ様子を見に来ただけなんだけど、会う人会う人化け物揃いでしょ。天狗の鼻も折れるって、こんなこと言ってもわからないか。あら、天狗なら知っていてよ。日本の仙人、独角でしょ。天狗の鼻が折れるという格言は、強力な才能がさらに大きな力を前にしてお辞儀をするということだったかしら。そうね、意味合い的には間違ってないわ。故郷じゃ自信満々だったけど、外に出て覚悟を決め直したって感じ。あなたも？実は私も同じことを考えていましたの。本当に気が合うのね。ねえ、あなたも一人でこちらに留学するのでしょう。でしたら、失礼します。ルビアゼリッターエーデルフェルト様、少しよろしいでしょうか。いいところで邪魔をして。何、書類に不備でもありましたの？いえ、書類に不備はございませんが、その7日前とは事情が変わりまして。率直に言えば、あなたの希望は通りません。最上階を全て使用したいとのことでしたが、新たに一人入室希望者がありまして。入室希望がある？エーデルフェルトがこの寮を選んだという話は塔に知れ渡っているでしょう。一体どこの田舎者がわざわざこの私の機嫌を損ねるために入居希望を出したというのです？その、そちらのお嬢様です。推薦もロードの方から半年前にいただいておりますので、エーデルフェルト家の権限ではキャンセルできないかと。いいでしょう。我が家紋が劣るというのは聞き捨てなりませんが、相部屋が彼女でしたら考えないこともありません。相部屋ではなくですね、ルビアゼリッタ様が契約した28部屋のうち1部屋だけ彼女が使うだけでして。うん？ですからそれを相部屋というのでしょう。一つのフロアに二人の人間が住むのですから、それを相部屋と言わず何というのです？彼女は私好きの使用人ではないのですよ。あ、ま、それも致し方ありません。本来なら許されないことですが、幸いにも私たちはこうして信仰を深める機会を得ました。どう？私、あなたとなら相部屋も悪くはないと思うのですけど。どうも何も、私は何の文句もないっていうか、随分とお金持ちなのね、あなた。
決まりですわね。あなた、私と彼女を相部屋に。ああ、そういえば自己紹介がまだでした。私はルビア・ゼリッタ・エーデルフェルト。あなたは？遠坂凛、日本から来た鉱石学科の魔術師よ。遠坂、待ちなさい。その響きは確か。ではミス遠坂、書類にサインを。待ちなさい、その契約書。何するのよ、それ私の。遠坂、日本、冬木、遠坂凛、遠坂ですって。本当にどうしたのよ一体。そりゃさっきからちょいぶっ飛んだ子だなって思ってたけど、何もそこまで。お黙りなさい。よくもたばかってくれましたわね。まさかあなたがあの遠坂、聖杯などというデマを餌に魔術師を呼び寄せては騙し討ちにする卑怯かつ卑劣かつ卑小な遠坂の娘だなんて。ちょっと、あんた今なんて言った？もしかして冬木の聖杯戦争を知ってるの？ええ、冬木のことはよく知っているわ。あなたの先祖のことも日本の魔術師のレベルを調べ上げていたよ。結果は最悪。たまに希少種が現れるようだけど、それ以外は神秘を学ぶには足りない劣等人種でしたわ。なんですって。どこのお貴族様か知らないけど、今のは聞き捨てならないわね。聞き捨てさせるつもりなどありません。いいこと、あなたたちには尊い血など行ってきたりとも流れてはいないのです。何の間違いで魔術を学び始めたか知りませんが、身の程をわきまえなさい。そこのあなた、今の話はなしです。この女の部屋は私の最上階にはありません。いいこと、こんな書類我がエーデルフェルトの名のもとに。あ、こうしてゴミにして差し上げますわ。エーデルフェルト様、何をなさるですか。ロードの推薦文を破るなんて、我が寮始まって以来の出来事です。グーの音も出ないようね、辺境の自称魔術師さん。ここはあなたの柄ではなくてよ、さっさと汚くて狭苦しい島国にお帰りになられたら。この時代錯誤縦巻きロール、何、人種差別はしないとか言ってたの、私の空耳だったのかしらね。ふん、東洋人でも日本人だけは別でしたよ。先ほどはあなたがあまりにも一人で捨てられた野ネズミのようにさも寂しそうに見えたので、情けをかけてあげただけですわ。ですが、それもここまで。あなたがあの遠坂特産の非人間と分かった今、かけるのは熱湯とガンドだけでしたよ。言ってくれるじゃない。おかげで私も思い出したわ、エーデルフェルト。そう、どこかで聞いた響きだと思ったら、あのエーデルフェルトね。第3回目のエーデルフェルト、仲間割れで早々に退散したバカ貴族でしたっけ。その支援ぶりからすると、逃げ出した後に遠坂怖い、遠坂憎いって子供たちに伝えていたってことかしら。笑えない冗談だけは達者のようね。今の発言、
もう取り消せませんわよ。こっちのセリフよ。土下座くらいじゃ勘弁しないわよ、純粋培養のお嬢様。燃えました。もう消化できませんわ。あなた、手袋を受け取る度胸はあって？上等。もらえるならその趣味の悪いドレス丸ごともらってあげるわ。その息やよし。部屋は一つ、住人は二人、もはや取るべき手段は一つだけですわ。ええ、敗者は勝者に道を譲る、万国共通、当たり前のルールよね。勝手に燃え上がらないで。マイルール禁止、すごく禁止。何を考えているですか、あなたたちは。ここは礼節と和睦を重んじるノーリッチ学生寮ですよ。寮内では死闘はおろか、魔術行為は一切禁止ですの。安心なさい、私は誇り高きエーデルフェルト家の当主です。相手が何者であろうとも、魔術を使わぬのならこちらも肉体のみで答えます。あなたもそれでよろしくて、ミス・トーサか。望むところよ。けどそんなドレス姿で魔術なしの格闘戦をやろっての？別にいいのよ、得意のガンドに頼っても。私はちゃんと礼節ある魔術師らしく徒手空拳で戦ってあげるから。その忠告、遠坂にしてはいい心がけね。少し見直してあげます。ですが安心なさい、この程度のドレス私にかかれば。どう？ご覧の通り、戦闘用にするのは造作もないことですわ。ですわって、何そのドレス。初めからアタッチメントでノースリーブになるようになってるの？もちろん、このぐらいは淑女のたしなみです。ない、世界中探してもそんなたしなみないから。私があると言ったらあるのです。第一、喧嘩のたびにいちいちドレスを破っていては仕立て代がもったいないじゃないですか。あんた、もしかして喧嘩のたびにドレス破いてたわけ？あ、いえ。いいですか？当主たるもの、いつどこで悪漢に襲われるとも限りませんでしょ？これはですね、そうなった時に備えたものなのです。ねえ。なんですの、その超信じられねえといった顔は。いいわ、信じないというのでしたら、その体に直接教え込んで差し上げます。構えた。あの安定感と前傾姿勢。少しはやるようじゃない、ルビアゼリッタ。ドレスの趣味はともかく、それなら遠慮なく叩きのめせるわ。同感ね。板張りの廊下に感謝なさい、ミス・トーサカ。ハローハロー、ミスター・アソニー、目で学生寮に危険物が現れました。私の残り少ないお給料がさらに減っていくですの。申し訳ありません、オクタビアさん。けど心配は無用、勝負はこの一撃で終わりますから。キャー！遠坂さん、年に似合わずなんて見事なコンフ。マーベラス！自己流のアレンジが強すぎますけど、あなたの体格に合った見事な宝剣です。もらった。この舞なら完全にこっちの勝ち。甘いですわね、ミス・トーサカ。そんな、後ろ？あ、何？あれは？
地と腰を下ろした地を這うがごとき戦闘態勢、あれこそはまさにキャッチアズキャッチキャン、イングランド古の捕獲術ランカシャースタイルだ。バック取りましたわ。そんなプロレスなんて、あんたなんてマニアックな。やりました、フィンランド期待の星、リングの狩猟犬、宿女のフォークリフト、ルビアゼリッタ・エーデルフェルト。なんと1ラウンド13秒 KO 勝ち。これはとんでもない選手が現れた。スリーカウントですわね。ミス・トーサ君、あなたの敗因は自らの手を明かしたことです。戦いはゴングの前から始まっていたよ。星が見えるスター。ああ、すごいな、そりゃ。で、そのまま第二試合に突入して泥試合か。気がつけば受付は崩壊、喧嘩両成敗と。あのさ、それ立ち入り禁止になったの遠坂のせいじゃんか。私だけのせいじゃないわよ。ルビアさえ突っかかってこなかったら、入学前から不名誉なあだ名はつけられなかったわ。何をニヤニヤしちゃって。言いたいことあるなら言いなさいよ。うん、けど怒るなよ。感じたままのことだからな。ルビアだっけ。その子、遠坂と合いそうじゃないか。仲のいい友達って感じがす、あいた！あまりにも決まりすぎたわ。この一撃があの時出せていれば、あんなバックドロップなんか食らわなかったのに。で、なんでその一撃を俺に見舞う。一番言われたくない言葉だったから、体が勝手に反応したのね。変な誤解をする前に断っておくけど、ルビアとは絶対に仲良くなんかならないから。あの子の嫌いなものは日本人で、好きなことは日本人いじめだそうよ。私最後に手袋投げられたし。うわ、手袋って前時代的な。しかし、ちょい極端すぎないか。日本に恨みでもあるのか、その子。ええ、その子ルビアゼリッタ・エーデルフェルトって言うんだけど、エーデルフェルトって言ったら割と有名な名門貴族なのよ。貴族のくせに傭兵みたいな家訓を持っていてね、争いがあれば喜んで顔を出し、美味しいところをかっさらう地上で最も優美なハイエナと恐れられているとか。なんかさ、ますます他人の気がしないんじゃない、遠坂。黙って話を聞く。でね、そんな戦い好きの連中だから、物好きにも極東の島国の儀式に参加したのよ。今から60年前の話ね。エーデルフェルトの当主は双子の姉妹で、名の通った魔術師だったらしいけど、結果は惨敗。
妹は戦死、姉はなんとか生還したんだって。登坂、それって第三次聖杯戦争のことよ。それでルビアは大の日本人嫌いってわけ。けど私たちも甘く見られたものね。その双子投手、尋常じゃないぐらい仲が悪かったって話だもの。妹が死んだのも結局姉妹同士の争いが元だって噂だし。そうだ、確かアインツベルンへの当て付けでこっちに洋館を建てたのよ。森の中に隠れ家っぽくね。それも姉妹別々に作ったらしいわ。姉妹なのに同じ空気を吸うのも嫌だったのかしらね。60年前に建てられた洋館。じゃあそのルビアって子、こっちに別荘を持ってるんだ。あ、そっか、そういうことになるわね。けどあそこ、とっくに空き家よ。エーデルフェルトは二度と日本の土は踏まないって言ったらしいし、洋館そのものは魔術協会に譲渡したと思うわ。魔術師の隠れ家ってあれかな。半年前の聖杯戦争で琴峰に騙し討ちされたっていうマスターのことか。そうよ、魔術協会から派遣されて綺麗に霊樹を奪われた魔術師ね。ランサーのマスターが誰かを探しているうちに隠れ家を見つけたって話、エミヤ君なら知ってるでしょ。ああ、結婚と霊樹を抜き取られた片腕が転がってたんだってな。でその洋館がエーデルフェルトの洋館だとすると、それは二つあるんだな。そういうことになるわね。例の姉妹はよそ様の戦場に出向いては洋館を建ててたから、エーデルフェルトの双子館って言えば有名みたい。まあ私が探し当てたのはうちの近くにある方で、もう一つの洋館がどこにあるかは知らないけど。また遠坂の家の近くってつまり美山町にあるのか。そう、東大元暮らしよね。管理者である遠坂の鼻先に洋館を建てるなんていい度胸ってもんよ。興味あるの、エミヤ君。なんなら来週の休みにでも二人で見に行ってみる。そうだな、ごたごたが全部済んだら一緒に見に行くのも悪くない。